はい、ここはですね、常盤町入り口の交差点。あ、今日ですか。今日はね、2024年の、9月の8日、時刻はですね、6時16分。はい、あれです。黄昏でドライブっていう感じで撮ろうと思ってるんですよ。それでね、今日の鹿児島のあれが日の入りがね、6時33分だったと思います。ここ左に行きますからね。あ、右に行くと常盤トンネルです。それで中央駅、まあ正面にほらあれが見えるでしょう、観覧車が。あそこをスタート地点にしようと思ったけど、もうね、流れになって、流れで今のの常盤町の入り口の交差点が、支点になりましたけど、まあこれもね、いいかもしれないですね。いつも決まった絵であれするんじゃなくてですよ、そういうのもいいかも。で、ちなみにね、正面のその観覧車は回ってるけど、あれはネオンがつくようになってるんですよ。でも今のところはついてないんじゃないかな。ちょっとわからない。あ、まっすぐ行きますからね。ドラクレナズム町だけど、そうですね、繁華街じゃなくて、あれを、昔からあるあそこを通りましょうかね。通りましょうかね。あ、ちなみにここが中央駅の西口。いつも言うでしょう、私がこう観光客観光客って言うんだけどね、まあこんな調子。左側に焼きドーナツってありますけど、どうなってんのって感じですよ。どうなってんのけ本当にと思いますがよ。コロナが終わったのによ。まあ終わりはしないけどもね、入手から御朱に変わったっていうのに予言がしてよと思いますがよ。それとこっちに来たのはですね、こう西口、中央駅の西口の開発、再開発か、あれ、そのビルができた後にまたマンションが新しくこうできてるんですよ、工事中ね。だからそれも見てみたいですからね。この左手になります。人通りどうですかね。中央駅とあそこの間からこう見えたかもしれないけど、中央駅のさっき言った西口再開発でそうなった次の日から、この辺りは大勢の買い物客なんかで賑わうんだろうなと思ってたんですけど、私は運転中は見れませんけど、この左側を見てみてくださいね。あ、クレナズムとはまだちょっとあれですね。まだクレナズミませんね。店のですよ、まあショップというかですね、通り沿いの店なんかのこう
明かりがですよ、灯っててるかと思ったらまだそあれないですね。左行きますよ。ちょっとあれですね、あ、今日は日曜日で、あれですね、休みっていうとこもあるみたいですね。ちなみにこの左側がですね、太陽ですね。ここは宮田通り踏切。ここの左右の今タバコってありますよ、この辺りからのね、ちょっとあれを期待してたんですけどね、もうちょっと時間が経たないとダメけ、もう6時22分ですよ、ちょっとあれだな。いやでもあれですかね、現実ですよね。いや、これから行く、なんて、ライカ1920っていうところができたんですよ。中央駅のすぐ横に。昔の西駅一番街です。の前、あったところ。だからそれができたら、こっちまでその流れが来るかなと思ってたんですけどもね。どうなっていくんでしょうかね。いや、賑やかになってくるはずですよ。出ないとあれですもんね。いや、天文館地区はね、確かにね、人通りが少ない、車通りも少ない、はい、それは分かってるんですけど、この辺りはいっぱいいると思ったんですけどね。あ、今左を見た、あ、まあ左カメラで映ってるか、けどまっすぐ200メーターぐらいのあれが 見通せたんですけども、ほとんど人影はなかったですがよ。まあそれはそれと、ちょっとクレズマやっぱりあれですね、最近はほら省エネとかなんとかでビルの明かりっていうのが、ついてないんですね。それかスモークガラスかな、ああいうあれで中の明かりが見えなくなってるのかもしれませんね。あ、ここがさっき言ったそのライカ1920で、ほんでここを左折します。そうすると鹿児島中央駅東口、ほんで前のですね771っていうのはこのアミプラザの駐車場の空き具合、なんか結構空いてるってこと。ああ、これね、タクシーではほら、この前はですね、タクシーはほとんどこの右側のところにいなかったんです。まあだけどあれですね、鹿児島の現状、
いや私としてはここの駐車場のあれが、まあでもこれ、いやこれぐらいが普通なのかもしれませんね。あの以前はここいっぱい詰まってるぐらいにあのタクシーが待ってたことはありましたけど、今は案外回転率がいいのかもしれませんよ。はい、左行きますよ。電車通り沿いですね。どうなんだ。いやこれからもね、いやこれからもねつっても、一月に一遍、いや一月に一遍でも多すぎるな、夕方ドライブはね。いや走るとこは大体ほらもう決まるじゃないですか。なるべくこの左右にネオンとかね、そういうところがあった方が、黄昏としてはいいだろうな、明かりがあった方がいいだろうなと思うけども、いや現時点でこう見たらあんまりないですね、明かり自体はね。街の明かりがとても綺麗ね、横浜。あ、右の方は今の昔のベスト電機合体したところですけど、ここもなんか、新しいビルかなんか建つみたいですよ。どうだ。まあいやいや、あの電車道を今日はもうずっと走ります。何も考えずにですね、電車通りをねずっと走りますよ。鹿児島の特徴って何なんですかね。まあこの横の方のに市電のあれがあって、そこの線路のところに芝生があるんですよ。本物の芝生がね、これ鹿児島の専売特許かなと思ってたら、もうあちこちにあるみたいですね。だけどまあ私に言わせると鹿児島イコール桜島だと思うんですけどね。この道路沿い交差点とかそういうところの間から桜島がチラッチラッと覗く、もしくは鹿児島にしかない企業名とかですね、鹿児島にしかない、ラーメン屋さんとかですよ、薩摩という文字が、それから何ですかね、黒豚とか黒牛とかですよ、ジャンボとか、なんかそういうね、一目見て、あ、鹿児島だなっていうようなね、風景、バスにしてもね、あ、鹿児島のバスだなっていう、それがないとね、あ、私はですよ、私が思うにはですね、そう思うんだけど、どうなのかな。昔はセブンイレブンがないっていうのが鹿児島の特徴であったこともありましたよ。はい、全国的にもうバーってこうでき始めたセブンイレブンが鹿児島なかなか入ってこなかったですもんね。今ね6時31分ですから、日没だいたい今がそうです。でもね9月のこの時期はね、日が落ちたからすぐ暗くなるっていうあれじゃないみたいですよ。ここですよ、ここがね、次に今のほら
赤信号があるでしょう。この赤信号から次の赤信号、それの右側、ここがもう天文館なんです。天文館、まあ私なんかの頃は、高見馬場からのあれだったんですけどもね、山の口を私なんか天文館って逆に言ってましたけども、昔天文館が何ですかね、九州でも有名な繁華街って 人が多いって言われた中には、もうほんの狭い時間空間の中にあれが大勢の人たちがですよ。あ、右がですね、ロフトで書いてあるここがですね、元三越、そしてその前が丸屋で、今は、丸屋ガーデンズとなってるですねところです。そいでですね、まあ6時32分山形屋はまだ閉まってないんですか、開いてますかね、開いててほしい。こうして見るとですね、肉眼で見た方がはっきりわかるんだけど、山形屋はやっぱりないといかんですね。この建物のまま、この建物のままで、ずっと、まあ今ちょっとこのいろんなの、あれにな、経済的なあれでニュースになりましたけれども、鹿児島繁栄と山形繁栄がですねシンクロしてほしい。いや、山形屋はですね、鹿児島の文化にですね貢献しましたからね、いろんな面でね。私自身はそんなに山形に対する思い入れとかそういうのはないけど、思い出はあります。小学生の頃からですね、自分たちだけで遊びに行ってました。いつぐらいまでけ、あ、小学生ぐらいまでですかね。で、中学生になるともう映画でしたよ。だからもう山形まで行かなかった。ですね、まあ電車通り沿いに行っていましたけど、もうすぐあれです、正面が鹿児島駅なんです。昔の本駅ね、今は貨物を主にあれしてますけども、私なんかが20歳ぐらいか、あの頃までのですね、荷物、黒猫大和がまだ鹿児島に来てない頃かな、なんけ、荷物を送る、県外なんかに送るときはですね、そこの鹿児島駅にですね、持ってきてましたよ。で、今みたいに荷造りテープみたいがなくて、縄でしたよ。縄でくくってですね、それから荷札をですね出してるもん、荷札をつけるもんでしたよ。ちょっと待ってくださいね。はい、右にね電車が来ますがよ。ああ、止まるか、ここで電車は。ああ、そこで一旦停止しました、電車はね。ほんでここがですね、あ、ちょっと待ってくださいね、ここで止まりますか、電車が今来て、ああ、右カメラがあるといいわ。動いてますよ、両方ともね。
はい、ちょうど桜島が見えますね。はい、待って、ちょうどここは今回左側に鹿児島駅が見えますけど、いや正面にね、ここでお開きになります。ありがとうございました。